このチャンネルは一人の男小吉が伝説を作り成り上がってゆく様を描いた一つの物語である。目指すは改革。たとえどんなに険しい道が現れようとも、真っ向勝負で通り抜けてやる。運命よ、そこをどけ。俺が通る。俺がこの業界盛り上げます。最近小林がマジ増えた。はい、どうしよう、キセスの、サラです。いや、マジ増えんかった？増えたね。カブトでやり出すとどうしてもね、こう、避けては通れんというか、まあ、なるべくね、対処はしよっちゃけどね、やっぱ、増えようよね、やっぱ。まあ、量がね、待ったの。これ、待ったとき、こう。電気殺虫剤。あれをね、もう2個ぐらい増やして、対策しようかなと。なるべく、マットも新鮮なもの、新鮮なもので変えていって、コバエをね、ちょっと減少させたいなと思ってます。今日なんですけど、以前からコメント結構もらえようなかった。光熱費。ああ。クワガタを飼育する際、毎月の光熱費はいくらですか、電気代ね、年間でどんぐらいかかってますかとか、一応ね、そういうコメント結構いただいてたんで、去年のね、1月から12月までの電気代をね、ちゃんとこうやって当てて書いてきました。なるほど、はい、はいはいはい、ちゃんとデータ残ってる。はいはい、ってことで、みんなのためになるような動画撮っていこうと思います。はいはい、じゃあ早速、1月ですね、去年の、はい、が18,000円。はい、で2月が17,500円。で3月が16,500円。で4月が15,700円。で5月が14,300円。で6月が16,500円。7月が18,700円。で8月が24,600円。で9月が22,000円。10月が23,000円ですね。で11月が19,000円。で12月が18,500円と。で去年の1月から12月までの合計が224,300円になります。はい、でまあ今ざっとこうやって金額言ったけど、うちっていうのが、12畳のブリードルーム、はい、とこっちが今撮影場所が 6.5 畳あるのかな。1年中ね、2台フル稼働してます、クーラーもうつけっぱなし、つけっぱなし、はい、でもちろんこれに自分が生活する電気っていうのも含まれてます。でちなみに俺んちの、家の環境っていうのはオール電化、太陽光なしですって感じなんで、まあ普通オール電化じゃない家よりも多分安いと思います。で、案外ね、クーラーって、つけっぱなしにしとっても、その、電気食うか食わんかって言うと、あんまり食わんっちゃう。電源入れて、稼働しようとき。あの時が一番電気代がかかるらしいよね。なるほど。ある電気屋さんに聞いた話だけど、これは本当かどうかわからんけど、多分でもそうと思う。一年の金額見てわかると思っちゃうけど、去年さ、夏？夏だけほら、24,600円。ねえ、すごいね、やっぱ。8、9、10。全部2万オーバーなんだね。おー。一番高い月は24,600円と。夏場。これなんでかって言ったの？でもね、普通は冬の方が高いんよ、いつも。あー、そうだよね。うん。暖房の方がね、結構電気は食うかなっていうイメージだね。おー。あとはもうそのブリードルームの環境とか、外の気温とかで全く変わってくると思う。ただ、去年なんで夏が上がったのかと。単純に、クソ暑かったから。ああ。なるほどね。本当に。だけど常にそのクーラーが、その温度に追いつけんで、ずっとフル稼働しようけん。ああ。上がっとるよね。なるほどね。めっちゃくちゃ暑かったやん。暑かったね。俺の12畳のブリードルームも、結構温度管理するの、実は大変やったりしたけん。うん。まあ、なんとかね、一定には持っていったっちゃけど、結構大変やった。おおって気緩めると、もう21、2度とか、にポンって上がってたりしちゃったけん。ほんと数時間とかで、うん、まあちょっと気が抜けん夏やったなと思いますね、去年は。でやっぱり冬は毎年変わらず
って感じ。ただ、去年の冬もそんなに寒くなかったし、って感じよね。温暖化かな。だけど本当に去年がね、いつもみたいに寒かったらもうちょっと上がっとると思います。なるほどね。うん。で、やっぱり3月、4月、5月っていうのは比較的安くなってるんですよ。15,700円、14,300円、16,500円と。これなんでかって言ったら、除湿、うちは除湿で結構管理することが多くて、この時期って一番管理しやすいじゃん、俺の中で。あと、もちろん本当にやっぱ、さっきも言ったけど、ブリードルームの環境。で、また大きく変わってくると思う。これ夏クソ暑かったらクーラーフル稼働になるし、まあ冬クソ寒かったら、暖房ももちろんフル稼働になる。その分で、この金額かなと。224,300円。多く見ても、多分25万ぐらいかなと思います。どうこれ。まあ夏は、まあ、高くなるやろうねと思いよったけど。意外に違っちゃうね。暖房の方がね、電気食いよっちゃう。毎年してきたけど、冬が高いもんな。オール電化で、ね、うち一軒家で3台稼働させようけん。リビングの方は。でもちろん冷蔵庫とか、オール電化やけん、もちろん料理とかするときはかかるわけやん、電気代。生活プラス、このブリードルーム、12畳と 6.5 畳。をフルで管理できておけん、まあ安いじゃねえのかなと思います。確かにその夏はリビングでも多分フル稼働になっとうと思うけん、ね、その分も入っとおけん、比較的安いんじゃないかなって思うけどね。割ってみたいね、12年大体の平均を最後。そうやね、まあ2万は絶対ないよね。おそらく1万7000とかじゃない、平均、で環境のためやけんね。そうそうそう、クワガタをね。でね、もっとおすすめするなら、まあ、今これから家を買ってブリードルームを作るとかいう方は、ね、間違いなくオール電化の太陽光を先付けすることをおすすめします。そしたらもう本当に電気代なんてかからない、ほぼ。ソーラーで電気貯めて、それを自分の家で使うっていうのがそのシステム。その最初にその設置はちょっとかかるかもしれんけど、後々考えたら、いや、かからん。家をこれから買う人はね、ああそう、先につけてしまえば家のローンと一緒に混ぜれるってこと。なるほどね、はい、あのね、太陽光めちゃくちゃいいっちゃけど、後付けにはね、俺はそのメリットを感じるんだよ。結局その後付けになると、その太陽光分の何百万するの。ああそうだね、そのローンが始まると。結局電気代払いようなもんだよね。10年15年後にはね、やっとローン終わった、あ、でもしまえようみたいな、ね、10年15年後そのソーラーが生きとうなんて分からない。分からんね。うん、だからその保証もね、まあ、今保証とかあるっちゃろうけど、ちょっと分からんけどね、まあ本当にこれから買われる方、家とか、でブリードルームを計画されてる方は、間違いなくオール電化で太陽光があればもう最強かな。最強、うん、で、まあまあその今なんか売電とか安くなっとるらしいね、蓄電池とかで、どうや、先付けに魅力を感じますね。俺今から後付けでソーラーつける、つけんやろ、変わらんもん別に多分。あそんなに、うん、もしかしたら赤字ぐらいなると思う。あ、なるほどね。まあそんな感じですね。まあこういったね、光熱費っていうのもこれからブリードを始める方はね、ものすごく大事なところになってくると思うんで、ぜひあの参考にしてみてください、はい、うちは12畳と 6.5 畳2つのブリードですね、はい、生活も合わせてクーラー3台活動させます。平均1万7000円ぐらいですね、うちで、うん、オール電化で、うん、で太陽光はなしで、これならブリードできるなとか、いう方がね、一人でも増えてくれたら嬉しいです。はい、そんな感じで今日はね、終わろうと思います。はい、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。